健全なる魂は健全なる精神と健全なる肉体に宿る。よく寝てるようね。誰だ、そこにいるのは。私はある人にあなたを脱獄させるよう頼まれたの。今出してあげるわ。ふん、俺を誰だと思ってる。他人の手助けを受けると思うか。ありがたい。どういたしまして。魔女の追っ手を振り切るのはたやすいことだった。しかし俺は牢屋に入った。なぜかわかるか。そんなことより急いで、お手が来るわ。映画のシーンでよくあるだろう。牢屋の壁にスプーンで毎日コツコツとトンネルを掘り脱走する。その地味な姿がかっこよかった。そう、俺はそれがやってみたかったんだ。だがあそこの食事は全部発揮。大失敗だ。他の方法も考えようとしたさ。だが気づいた、俺はアイデアマンじゃねえ。今となってはどうでもいいけど、鉄格子に尿をかけて徐々に腐食させるっていう手もあるわよね。ガッデムシューズ、そんな方法があったのか。早く、追っ手が来ちゃうわ。そんな手かせ足かせをつけたまんまじゃ囲まれてる。気をつけろ、近くに誰かいるぞ。分かってるわよ。囚人番号13、マガンの男。抵抗すれば容赦しないぞ。お前らは200年俺を監視してたんだろう。このまますんなり捕まると思うか。ああ、抵抗するさ。ちょっとあんたを連れて行かないと私まで殺されちゃうのよ。なーに、この程度では死なんさ。だって俺は、うわ、バカ。マバーは殺さずに俺を閉じ込めたんじゃない。殺せなかったんだ。なぜなら俺が不死だから。この番組はスクウェアエニックスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。よく来ましたね。適当に座っちゃって。なんで日曜に学校来なきゃいけねえんだよ。こっちが特別指導をお願いしてるの。黙ってて。
なんかこの部屋変な香りするな。アロマキャンドルでしょ。早速始めましょうか。でも先に言っておきます、今日のトレーニングは非常に危険です。もし失敗したら最悪の場合、二度とお互いの魂の波長が合わなくなるかもしれません。な、それでもこの授業受けますか。はい、お願いします。おい、職人が決めたことよ、従って。何躍起になってんだよ。じゃあ始めよう。二人とも正面に向き合って、お互いの欠点を言い合いなさい。え？それがトレーニングの内容ですか？はい、そうですよ。頑固無鉄砲、趣味が読書パズル、従ってネクラ、足首が太い。痛えな、すぐ殴る、これも欠点だな。博士、こんなのありかよ。手を挙げるのはなしね。大体一見無意味なトレーニングだが、この部屋で焚かれているキャンドルの香りが人の気を荒立てる。何気ない一言で二人の仲を裂きかねない。しかしこれを乗り越えた時、お互いの魂の波長はより強く共鳴する。最近のお前おかしいぜ。この授業のことだって勝手に決めてどこ見てんのか分かんねえよ。私はただソウルが二度と大怪我しないよう強くなろうとしてるだけよ。武器を強くするために戦うのが職人だろ。武器を守るために強くなるってのは考え方がおかしいだろ。なんで私が強くなっちゃいけないの？ソウルに守られてるのは嫌なの。大声出すなよ、うるせえな。ソウルだって変、強くなることになんでそんな後ろ向きになっちゃったの。恐怖心を忘れさせる圧倒的な力、それがお前には必要だ。規律を破れよ、強くなれるぞ。別にあんな高2に強くなることに怯えてるわけじゃねえ。そんなことより座れや、首が疲れる。やだ。まずいな、魂の波長がずれ始めている。ソウルとマカ、連れゆく魂の波長。来たか。月光、連れてきたわ。ご苦労様。さあ約束よ、私の体の中にいる蛇を全部出してちょうだい。全部？ご冗談を。一走り一匹に決まってるでしょ。あなたに知る権利はないわ。なんなら全部出しましょうか。その体を引き裂いてね。あんまりだわ、鬼、悪魔。お前さんが俺を解放してくれた変わり者の魔女か。メデューサよ、よろしく、魔眼の男。魔眼の男？そうか、俺はあの牢獄に入れられ、名前も何も取られてしまったんだな。今日から晴れて自由の身だ。そうだな、フリーとでも呼んでくれ。わかったわ、フリーフリーね、果たしてそうなれるかしら。どうだろう、何か礼がしたいのだが。そんな、いいのよ、気になさらないで。それでは俺の気が済まない。じゃあ一つだけ頼んでいいかしら。ある武器と職人を潰してほしいの。武器と職人、渋戦か。ええ、死神の押し付けの規律、目障りだな。ああ、わかった、消してやるさ。来たぜ、ブラックスターインロンドン。ヒョッホー。雪よ、寒くないの？雪？なんだそりゃ。この程度の寒さで脱ぐことはあっても着ることはねえ。まったくよ、お前らが魔剣に襲われてから課外授業が二組で行動することになっちまった。俺様の足引っ張んじゃねえぞ。ふっ二人とも見てください、ほら、
あの夜景綺麗ですよ。わーい、ロンドン。なんだあいつら。なあマカ、俺魂感知できねえから頼んだぞ。うん、任せて。この辺にいる魂の反応を。え、すぐそばに。アローさん、何やってんだ。何なのあいつの魂は。普通じゃない、なんかいろいろ混ざってる。人間、魔女、他にも何か感じる。見つけたぞ。やる気のようだな。今回の課外授業は幸先がいいぜ。気をつけて、あいつ多分魔法を使うよ。椿、妖刀モードだ。一気に型をつけるぞ。でもまだ使えないわ。30秒持てば十分だ。行くぞ。はい。あの小僧、強い。魂の共鳴。すごい、共鳴率も安定してる。あれがブラックスターの魂。てめえ何柱センター陣取ってんだよ。ウルフルズ、ウルフルズ、気をついたい。椿。はい。何、すごい、影で止めた。くらえ、俺様奥義影ボス。だからまだ無理だって。10秒も持たねえじゃん。強いかもしんないけど、あいつはアホだ。さて次だ。おっさん油断しすぎ。ここは戦場だぜ。やった。いや、ソウル逃げて。いかんいかん、体質からついつい油断してしまう。なんだあいつは、どうなってる。あれを見て、傷が塞がっていく。そりゃ塞がるさ。俺は不死の一族だからな。不死の一族。俺の本当の姿を見せてやる。本当の姿。魂の形が変わっていく。間違いない、魔女の女王の目を奪った伝説の狼男。うわ、ソウル、カマに変身して。行くよソウル。熱っ。何やってんだバカ。ソウルが熱くて持てない。何？もしかして前にブラックスターがソウル君を持ち上げようとした時と同じ。症状は違うけど、二人の魂の波長が合っていない。ソウルイーター、この逆境の中、あなたの体内の黒血はどう反応するかしら。さあ実験開始よ。苦しい。考えたこともなかった。息の仕方ってどうするんだっけ。武器の使い方ってどうするんだっけ。ホーローキン、行くぞ。バカ、もう仲裁。ソウル、マガンゴー、ガッデムシット。出すものと出すとこ間違えた。でも大丈夫。ああ平気さ。だって俺不死だから。灯籠剣、魔法、不死、
ドジっぺなところは否めないけど強い。200年の監獄ライフがたたったようだ。いまいち魔法が上手に使えない。赤ちゃん、ソウル君を使えないなら私を使ってください。だけど私が即席の暗記職人になってもあの狼男は倒せない。渋戦、死神が作る規律、悪を作り裁く、その規律。規律だと？傲慢な規律さ。神だかなんだか知らねえが、貴様らが正しい保証なんてどこにある。人間の生活を脅かせば殺され、数が減れば保護される。そんなクソみたいな未来なんていらない。今度は俺が裁く番だ。俺の怒りは自然の怒りだ。バカ。ソウル、鎌に変身して。だけど今の俺たちじゃ。早く。波長の合わない武器を使うということは、肉体的負担はもちろん精神的な負担もある。でもやっぱり若ちゃんは鎌職人。お前手が強くなるんだ。私は、俺は不死だぞ。少し冷静になれ。黙ってて。強くなるんだ。こんなとこで負けてられない。バカか。そうやって声で鼻息荒くして強くなれるならみんなやってる。うるさい。もたついたことばっか言ってるから魂の波長が合わなくなったんじゃない。クールな男になるんじゃなかったの。強くなれ。オイラが導いてやる。黙れよ、うるせえな。バカに何がわかんだよ。いい加減にしなさい。自分を主張する前に相手の意見を聞かなきゃダメでしょ。自分の意見が通らなくて腹を立ててたら何も始まりません。なんだよ、椿のパートナーなんかもろそういうタイプだろうが。ブラックスターは根っからのおバカだし、それに私もおバカでいいと思っています。これが私たちコンビのスタイルですから。私なりの強くなるやり方があるように、私たちなりのやり方もある。私、ソウルに追いつくことばっかり考えてた。どんなに熱くても、この手が解けようとも、私はソウルと強くなりたい。バカだぜ。俺なんて大した力も持ってねえのに。何偉そうに制限つけようとしてんだよ。おい、鬼。どこにでも導いてみろ。お前のプランぶち壊してやるぜ。オイラについてきな。狂気と歓喜が待ってるぜ。すてき。魂の共鳴。いいわ、最高よ。骨血が動き出したみたい。共鳴率が半端じゃない。何この感覚。ソウルに食われる。骨血を持つ武器は職人の精神まで侵食する。さあどんどん共鳴率を上げるのよ。くそ、意識が持っていかれそうだ。大丈夫、持ってかれやしねえ。鎌職人伝統の大技、魔女狩り。ハイマの波長か。いいだろう。ウルフウルブス、ウルフウルブス、ロービヘキ燃えてみせる。痛くない、熱くない、怖くない、辛くない。負けるもんか、負けるもんか。二度とあんなこと起こさせない。もっと強くなるんだ。毒文字狩り。
なんだと？やったか？まだ浅い。職人が武器を捨ててタックルだと？マカちゃん！マカ！落ちろー！ソウル！あれ？意外と足遅かったな。マカ！俺が一人で落ちると思うか？ああ、落ちないさ！マカ、くそ。絶対離さねえぞ。え？ひゃっはーい！やっぱ俺様がいねえとダメだな。まだ終わらないさ。ウルフ、ウルムス、ウルフ、ウルムス。空中に補充体を出現させ、それを蹴って橋に戻る。できるか？そりゃあできるさ。俺の身体能力があればな。補充体！あ、出すとこ間違えた。最後にまたドジ踏むとは。ビビったね。こんなに体がなまっていたとは。リハビリ。ああ、まずはリハビリさ。確信したわ。骨血の研究を進めれば鬼神を進化させられる。大丈夫かマカ。うん、ありがとう。その手の様子だと当分は俺が料理当番だな。うまく作れよ。黒い血。くず星きらめく夢の星さ。 I wanna be。 行こうぜ行こうぜ行こうぜ。終了。ブラックスター、ロンドンのまずい飯でも食いに行くか。つーか観光とかも行ってみっか。ロンドンのまずいフィッシュ&チップスも食べようぜ。次回ソウルイーター第14話、超筆記試験ドキドキワクワクソワソワストーンで、来週テストかよ。この番組はスクウェアエニックスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。